ゲームスパークラジオ推薦、先週最も読まれなかったニュース。このコーナーでは先週最も PV が出なかった、つまり読まれなかったゲームスパークニュースを紹介し、それについて3人で喋っていきますと。3人ともよくわかんないニュースの場合もありますが、その時も何とか喋ります。読みますよ。3月20日金曜日、延期となった GDC2020 は GDC サマー2020として8月に開催へ。新型コロナウイルスの影響により開催が延期された GDC2020 ゲームデベロッパーズカンファレンス2020ですが、主催者インフォーマテックは同イベントが GDC サマー2020として現地時間8月4日から6日にかけて開催となることを発表しました。GDC サマーはユニークな GDC 体験となるものの、従来と同じレベルの専門家主導の公演と、直訳だな、8月5日と6日に行われるフリースタイルのエクスポーションフロア、フリースタイルのエクスポーションフロア、R 指定とかが来るやつか。カンファレンスプログラムは質の高い技術コンテンツ、会話とつながりを育むための価値あるラウンドテーブルディスカッションで構成されます。カタカナが多いですね。価値あるラウンドテーブルディスカッション、これテーブルが高いっていうことですか。あ、ラウンドテーブル自体に価値があるバリアブルなラウンドテーブル、バリアブル価値がある、そうかな、50万とかする。また、各団体や組織はメインイベントとともに会議や集会を開催するための現地のスペースを申請し、SIG ミーティング。SIG ミーティングって何ですか、これ。ソーシャル、インフォメーション、ゲーミングミーティングです。だから、ソーシャルで、情報をやり取りするゲームなんだけど、それが、蓋を開ければミーティングにもなっているっていう全く新しいやつです。蓋を開ければゲームやってたと思ったら、蓋を開けたらもうそれがミーティングでもあったっていう驚きの終わり方ですよ。マジユージュアルサスペクツみたいな驚きの終わり方、それが SIG ミーティングです。なるほど、はい。嘘です。非営利のボードミーティング、ローカルミーティング、コミュニティ専門家によるオフィスアワー、コミュニティ専門家によるオフィスアワー、ポートフォリオレビュールーム、ポッドキャストの録音などが多いよ。行きましょう。行かないと。行かないと、ポッドキャストの録音が行えるところ、どこにでも行ってきたからな、今まで。この新たなコミュニティパートナーシッププログラムにより、GDC は、これまでスペースの制約で未開拓だった業界に手を伸ばせるとのこと。一方で、スポンサーシップパッケージは他の業界のイベントと比較してより実施しやすいようデザインされているそうです。なんか場所が足りなくてできんかったことができるようになったけど、スポンサーがやってることもできるようになったっていう、マジビジレイクね、これね。ビジレイクですね。だから悪い点はないっていうことですね。現時点では先行きが見えない新型コロナウイルスの影響、GDC チームは GDC サマーおよび GDC2021 以降のイベントが全ての人にとって安全で魅力的なものになるよう、引き続き保健当局からの最新情報を監視すると伝えています。これは何ですか、 GDC っていうのは。ゲームデベロッパーズカンファレンスっていうの、これマジの情報でもいいですよ。アメリカでやってるゲーム開発者のカンファレンスまあそのままなんですけど、はいはいはい、結構真面目な話あれですよ。なんかだから専門的なことを話して、そうです、どうやってゲーム作るかとか、ゲーム作ることにおいての裏話を開発者たちがやるみたいな、こういうコード書いたらいいとか、こういうツールがいけてるとか、まあ、あとはもうちょっと分かりやすく言うと、こう、あ、それこそ PS5 の発表があったじゃないですか。要はあれ多分つまんなかったと思うんですけど、普通チャットめっちゃ荒れてましたからね、なんか。そう、でも要はあれをこうなるほどなと聞いて、こうゲームを作る人たちとかが参加する感じですね。つまりまあ普通のなんだろうな、ゲームをただ漫然とやって鼻水を垂らしている昆虫採集が趣味のランニング着てる短パンでランニングで鼻に絆創膏を貼ってその人は多分ゲームやるより虫取る方が好きなんじゃないのか。いや、まあ昼は虫、夜はゲーム、夜も虫ですよ。
まあまあ、その人がだから、うん、見て面白いようなものではない。そう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 。で、もう本当にPS5 のマーク3人の発表を思い浮かべたもの、あれを一日何十個もほぼ全ゲームメーカーが集まってやるというのが GDC です。なるほど。それがまあなんかコロナウイルスの影響で延期して夏やるっていう話ですよね、うん、そうですそうです。もともとね、それこそ小島監督とか結構みんな行くんですよ。すごい開発者たちが、日本からももちろん海外からも。ただみんなどんどんキャンセルしちゃったんで、もうやっても多分人がいないみたいな。なるほどなるほど。なんかそういう専門的な話がね、好きな人とかは面白いのかもしれないですね、こういうのね。そうですね。僕はほとんど見たことがないですね、こういうの。もう相当レベルは相当高いと、難易度、あと単純にエンタメじゃないんで、うんうんうん、普通のだからその技術者向けのカンファレンスっていうことですもんね。ただ最近だと結構発表の場にもなってるんで、うん、割と海外のデベロッパーとかそこで新作発表したりとかも、メディアもちょうど来てるからっていうのであったりしますけどね。確かに。読まれなかったニュースのコーナーでした。